わあ、立派な標識だ。到着しました。富士山でしょ。そしてあれがヒノキボーラーですね。これね、ヒノキボーラー丸。その向こう行ってこれが大室山でしょ。こんな感じで、こちらに来てあれが昼ヶ岳。どうだろう、山頂見えるかな。あ、これ見えますね、山頂の昼ヶ岳の山荘が。それでこれが不動の峰で、あれが丹沢山という感じですね。でこちら行きますと、足元気をつけないとな。おっとっと、結構ね滑るから。関東平野ですね。ちょっと逆光なんだけど、関東平野があってずーっとあれ大山かな、大山があって、これね、なんか見えるかな、頂上になんか立ってますね。それでその横行くと相模湾と江ノ島ですね。これがちょっと行ったり来たりで申し訳ない。誰もいない遠野岳の山頂っていうのはちょっと珍しいんじゃないかな。はい、今、山頂にいます、遠野岳のね。でこの遠野岳の山頂っていうのは山荘がありましてね、孫仏山荘っていうんですけれども、もともとこれ有名な話なんですけど、この頂上にね孫仏岩という岩があったんですよね。でその、特徴的な岩だったんでしょうけども、そうなんでしょうけどね。でそれが実は関東大震災の時に、崩れてしまって落ちていったと。でなくなってしまったと。でそういうことから今でもこの孫仏というねの、宗教的な仏教的なね名前が残ってまして、山荘も孫仏山荘ということで、まあ、有名な話なんですけれども、そういうふうに言われてます。ですから、まあ、1923年ですから、今から100年弱前にね、岩が落ちてったということで、まあ、どんな岩であったのか、非常にね特徴的な岩だったのか、あるいはネットで見れば写真かなんか出てくるのかは分かりませんけれども、で今日は素晴らしい風景がね、見れてよかったです。でちょっとまだ時間早いんで、もちろんね、ちょっと丹沢山まで行ってみたいと思います。それじゃあ、なかなか、これなんだろう、無標か、綺麗ですね。あれ丹沢山ですね、見えました。登山道はこんな感じでね、うっすら雪が積もってます。ずっと鹿よけの金網が張ってあるんですね。あれが遠野岳です。じゃあ行きたいと思います。0.9 キロ。
お休みできんだな少しね。こんにちは。昼からですか。いや、昨日泊まって。あ、昼からそうです。昼から、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、アイスに必要ですか。いや、今日は大丈夫だと思います、ね、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください。はい、今の方昼に泊まられたんですね。その手前の宮本山荘にね、泊まられて降りてくる方が2人いらっしゃいましたね。まあこれくらいだったら滑る雪じゃないんでね。ただね、怪我したらいけないから、それはもう絶対に安全を優先して、あ、やばそうだなと思ったらもうひっくり返って帰りますから、はあ、じゃあまた丹沢山に着いたらね、撮影したいというふうに思います。こんにちは。すいません、富士山が綺麗だ。もうすぐだと思いますね。あ、着いたかな。あ、なんか着いたっぽい。到着しました。この丹沢山は日本百名山ね、ここに書いてありますね。日本百名山って書いてあります。で、これは深田久弥さんの、百名山なんですけれども、深田久弥さんが言ったのは、この丹沢山だけじゃなくてこの丹沢山地全体をっていうことを言われてますけどもね。ただたまたまここが
一応三角点かなんか置いたのかな、それで丹沢山っていう命名されて、それがそのまま残ったんで、一応この400名さんで書いてありますけれども、標高は1567メートルということで、日の輪岳の標高が1673だったかな、あっちの方が高いんですよね。だからまあ丹沢山地の最高峰は日向岳なんですけれども、一応丹沢、名前はここが丹沢山ということで、ここにはあの山荘がありまして、宮本山荘という山荘があります、あちらにね。そういう風になってます。日向岳までは 3.4 キロ、ここの山頂は広いですよね、あの広々としていい山頂だと思います。風がどうなんだろう、ちょっと昼の方まで少し行ってみて、ちょっと無理そうだったら戻ってきたいと思います。おー、すごい、あれは不動の峰かな、あっちは昼ですね。ちょっとまた戻りますけど、いやーね、崩れてますよね。あれは丹沢ですね。じゃあ行きますか。なかなか好感度ありますね。これだいぶ下がってずっとこの道でこっち行ってあそこに行くと、あれが不動の峰ですね。その向こうに見えるこれ、これが昼、向こうの方に見える、あれ見えないか、あ、これか、これが昼なんですね。よいしょ、じゃあ行きたいと思います。気をつけてね。あ、富士山が見えます。なかなか大きく見えますね。不動の峰ですよね。いやー、なんとなく静かですね、こっちまで来ると。日陰は寒い、風に当たるとほんと寒い。あ、雪が飛ばされてますね。わー、すごい、スノーダスト映ってるかな。じゃあ行きます。あ、なんか桜が咲いてるねなんてね、氷の桜ですね、あれは。樹氷？無氷？無氷ではないか、樹氷か。ね。いやー、氷が咲いてます。すごいねー。楽しみ。まあね、寒いですからね。飲んでた、あの、水がシャーベットになった。シャーベット状になったのにびっくりしましたけど。さて、じゃあまた、あ、あそこにヒルがね見えますね。山荘も確認できます。よし、
おー、いいね。海もまた綺麗。すごいね。いや、関東平野か。いや、これはちょっとなかなか普通見られないな。ほんと早くも満開の桜っていう感じ。今鬼ヶ岩、これ鬼ヶ岩っていうんですね。富士山が見える鬼ヶ岩のバックに、でこれが見に行くと昼ですね。もう小屋もね、目視できるし、あとは、どうだろう。足元気をつけてね。これ撮影してるときは危険だから。一降りして、一登りって感じですかね。ヒノキボラとか見えますね。富士山も綺麗だ。あーね、鬼ヶ岩。じゃあ、山頂目指します。来ますね。到着しました。よいしょ。広く
休憩できるようになってますね。あそこに標識があります。丹沢最高峰昼ヶ岳1673メートルということで、到着いたしました。富士山も綺麗ですね。雲が具合にかかってヒノキキボラ、静かです。昼間だけの山荘ですね。あっちに関東平野ですね。ちょっと足元気をつけないかな。もうちょっとこっちにね、相模湾が本当に見えます。あれ真鶴半島かな、ね、真鶴半島だと思いますね。あれはずっとこっちに、うん、ちょっと江ノ島は山に隠れて見えないか。丹沢山、鬼ヶ岩はどうだ、あれかな。ちょっとズームして、ちょっと光が当たってうまく確認できないけど、まあ、ずっとあれね、歩いてきました向こうから。